ハリソン・フィッシャーハリソン・フィッシャーはアメリカ合衆国のイラストレーターである。彼の描く女性像は当時の商業美術界で人気があり、千人の少女たちの父の異名で知られた。ハリソン・フィッシャーはニューヨーク市のブルックリンクで誕生した。彼の祖,祖父、祖父、そして父は全員芸術家であり、フィッシャーも絵の天文に恵まれていた。彼は早くから絵画に興味を示し、 風景画家だった父のフェリックス・フィッシャーから絵の手ほどきを受けた。一家の転居に伴って、彼は21歳になるまではほとんどサンフランシスコで、暮らし、当地の学校で絵画の勉強を続けた。ニューヨークに戻った後、彼は雑誌のイラストレーターとして大いに成功を収めた。1900年代初期からフィッシャーが世を去る1934年までの間、彼のイラストが雑誌、 コスモポリタンの表紙を飾った。第一次世界大戦の間、フィッシャーはアメリカが衆国政府の作成するポスターのイラストを無償で引き受けることでその愛国心を発揮した。ある新聞記事では彼はもっぱら女性ばかりを描いていると嘆かれたが、それは商業的な需要からであった。フィッシャーは生涯結婚しなかったが、彼の秘書を務めた女性、ケイト・クレメンスが私生活でも、 伴侶となった。なお、彼は、本の差し絵も手がけている。ありがとうございます。